ここここ多分ほらなんかケーブルがあるもん。ここだね。あ、ちょっと間に合わなかった、酸素が。すまん。死んでしもうた。ここ。やっぱり身体能力おかしな、この子。明らかにおかしいよね、身体能力。いかれてるよね、バランスが。アグレッシブすぎるもん。ちょっと間に合わないので、一回水面出て、もう一回潜って、このオフだね。ちょっと何があるかわからないので、もう一回酸素供給して、で、戻る。よし。ここだ。明らかになんか変なケーブルが張ってるなと思ってたんだけど、まさかこんなところになると思わなかったもん。よし。出たー。隠しエンディングのためのフラグ。あー、ここにあんのか。これか。これ壊すのか。なるほどね。なんかね、ほら煙が上がってくからさ、なんか、誰か近くにいたんじゃないのこれ。こうか。おー。おー、怖っ。すごいな。これなんか壊したよね、一個ね。一個壊した記憶あるよ、これ。よし、よどんだ水。そう、なんか実績の、どれだっけな。これの実績で、なんか、よくわかんない実績を解除したんだよ。プレイ中にね。実績ってどこ見るの？これか。14個も実績あるんだけど。あ、そう、左後方に激しく取り残されてみたいな実績を、激しくはなかった。激しく落下するもだった。混ぜちゃった。左後方に取り残されてっていう実績を、プレイ中に解除してたんだけど、なんだろうと思ったら多分これだったんだろうな、きっとな。とりあえず1個、フラグは回収しましたので、残りのやつを回収していこうと思いますね。真ん中あたりって言ったけど、おピヨピヨに甘い、わら。ピヨピヨに甘いよ、私は。私はね、ピヨピヨにとても甘いんですよ。やっぱ鳥好きだからね。ひよこから鶏飼ってみたいよね。夢。あれ戻ってきちゃったけど、どうすんのこれ。トウモロコシ畑の真ん中あたりに近いの隠し通路がある？このイラスト、とか画像を目標にして、多分ここら辺なんだよね。ここら辺。今、ガッタン言うたで。ほら、あった！今、コントロールをしながら歩いてたんだけど、何か掴んだと思ったら、ここか。わかるかよ。わかるかいって。これもう引くらしい。よっ。よっ。よっ。あれ。開かないね。こっちは？あ、こっちもある。あ、で、これ壊すんだ。よいしょ。フィールドリサーチ。オッケー。このレバーも関係してるの動いてくれてる。ちょっと見とくか。これ多いなぁ。十何個あるよ。12、3、4。トウモロコシ畑の下の場所に、あー、なるほどね。じゃあ今は別に触る必要はないってことか。で、トウモロコシ畑のこのレバーは触らないでおきます。これちょっと今日中に終わんねえな、さすがに。助走つけて、登って、はい、ダメだ。ちょっと待ってくれ。まさかここでつまずくなんて、うわー、ミミズだ。ミミズがうんよしてる。よく見たら、キーも。あー、降りちゃった。ちゃうね。乗ってくれる？はい。はい。あ、できたできた！なんだよ、なんだよ、普通に。なんだよ。ジャンプとかいらなかったじゃん。入れた。やっと入れた。すげえ時間かかっちゃった。うわ、汚っ。もう、キモ。で？これ登んのか。よっ。はい。はい。はい、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 はい。どっち側ですかね。反対側かな。こちら。あー！あったー。せーの。ブーフー。あー。知恵を、ふふふふふー。ジョージリアはすなら、これ壊れてるからもうついてないんだ。
ほら、壊れてるからもうつかなくなっちゃった。嘘も必要さ。Won't be wrong, won't be wrong, won't be wrong, won't be wrong, もうすぐさ、届くまで。あ、これだ。この箱を押すんだ。ドン。あった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 。あったよ。で、下がーっと行って。すげえなんか、昔の中国の街並みみたいになってんの、これ。お、上に行ける。水面出た。あったあれだ、あれあれ。あれを壊すんだよ。縁までつけて。よし。ああ、操作すんのか、こいつらを。え？どうすんのこれ？生かすのかこれ？よいしょ、これ直すの？マジか。え？ああ、なるほど、ちょっとわかった、多分。これやって一回、そう。で、あの、そしたら掃除する人間がいなくなるな。違うのか。ちょっと待って。ちょっと待って。どうすんのこれ。あれを動かすには、ここなんだよな。待って待って、とりあえず出す。で、下ろす。で、私が行く。で、あれをうまいこと頭にはめさせるんだと思うんだよ、きっとね。奴隷を使って奴隷にこの物体を壊させる。なぜ片手しか使わないんだお前は。あ、貝に属する二人の友。友か、これ夜だと思ったけど。貝に属する二人の友ってそういうことか。なるほどね。ちゃんとね、なんか実績名にも意味があるんだよね。で、もうちょっとか。で、あー、これか。で、ここら辺に体当たりを。ぶちかませ。もう一回。もう一回だ、もう一回。何度だってチャレンジしろ。はい。で、はしごが降りてくるので、これで上がると。ポテンシャル高え、マジで。よいしょ。あったー、光り輝く物をぶち壊す。ぶち壊せ。よいしょ。絵画の実績を達成しました。やっほー。これ連れてきた子たちを、ここ一緒にやるよ。ここ一緒にやるよ。はい、せーの。もうちょっといけるんじゃない？あの、もうこれで通れっかな？ちょっと失礼。ちょっと入ってくるね。待ってて。で、はしごを降りる！あー！ベキャった！足めキャりました。なるほど。死ぬんだ。ふーん。はい。あ、よかった、こっからだった。うっかり死が多いな、ちょっと。ほい。さ、下に行きます。意外とうっかり死が多いんだよな。しかもね、こう、罠みてえな深さだな、ほんとに。で？で？松明！誰が刺したの、この松明。え？犬いるの？うそやん！聞いてないよ！わお！どっちくしょう？ちくしょうめ。ここからか。一回水の中入んのかな。走ってあげて、走ってあげて。は？ちょっと待って、ちょっと待って。このこれ見よがしの松明、これ持ってくのか、もしかして。やはり、獣には、やっぱそうだ。使うのか、これ。おーら、おら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 。怖いだろ。燃やすぞ。燃えろ。We're gonna live it up, y'all! We're gonna live it up, y'all!
ウィンガーディム、ウィンガーディムレビオーサー、あいや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 、ウィンガーディムレビオーサー、はい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 、メメントメメントメメント、ちょ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 、おい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 、多いな多いな、ちょちょちょ、はいメメントメメント、はいメメントでーす、はい、アブラカタブラ、アブラカタブラ、アブラカ、アブラ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 、アブラアブラからめ、野菜ニンニクマシマシ、アブラからめ、アブラからめ、アブラからめ、野菜ニンニクマシマシ、バリカタ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 、私柔らかい方が好きだけど、バリカタバリカタ来るんじゃねえ来るんじゃねえ、ほらあっち行きなさい、うぅー、やめろ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 、バカ野郎お前燃やすぞ、うわぁなんでやねん、ふんぶん、こら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 、なあ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 、嘘やんだけ、ちょっと一瞬でも隙を見せたら持って帰る、わかったわかった、オッケーオッケー、次に行ってくれ、ナイス逃げるぞ、あ、あいつらでも逃げてった、あらあら、なんだなんだ、集団心理びっくりしたのかな、びっくりして一匹が逃げたから連動して全員逃げていったみたいな、そういう集団心理ってこと、はあ、難しかった、いけんのかよこれ、来てる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 、普通に来てる普通に来てる、間に合え間に合え、次死ぬんじゃないのこれ、大丈夫、あ、向こうに復帰ポイントがあるのか、うーん、しょ、オッケー、小休止で、これを押すのか、よし、押すことによってこっち側に復帰することができる、あ、なるほどね、はい、オッケー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 、セーフで、上に行くと、きたー、オッケーで、振り返りの部屋の実績を解除。こっちかい。どこの水中？あ、ここか。あー、水中に行けんのか。あれ、開いてるけど。開けてあんのかな？元から開けてあんのか。入った記憶ないもんだって、ここ。こうだ。来たね。で？でででので、どこまで、あ、上か、あった、やっぱやってなかったわこれ、よし、あーん、ちょっと、はい、こっち、オッケー、時計仕掛けクリア、あーよかったー、これで多分こっからここまではやったので、次はオフィス、あー、ここね、家族、第二家族のところだ、オッケーオッケー、よいしょよいしょ、でナイスファミリー、ナイスファミリー、よし降りてこい、降りてこい、じゃあ登るのかこれ、でで、ファミリーよ、あー、どうするっけ、結構時間経ってから忘れてたよ、どうするっけな、ついてくるのかな、これこれで向こう側に通路が、あー多分こっから落ちてくるんだな、オッケーオッケー、落ちてきた落ちてきた、で、ランリンか乗ったタイミングでエレベーター動かして、紐があるのか、これまた難しいな、ファミリー引き連れて、生まれたてとかもいるけど、ファミリー引き連れて、何か乗ったタイミングでまず下に行くね、ファミリー乗せて、右に移動して、紐があるらしいんだけど、右だよね、ここじゃないよね、上に行くって言ったら下に行ったよ今ね、もう一回このまま上に行かないといけないんだ、上に行きます、下を経由しないと上に行けないんだよこれな、ここだ、あった、この紐だ、で、水だ、せーの、はい、で、上に登り、あ、登れるわ、見えないけど登ってる、オッケー、来た、で、で、あー、なるほど、そこにいるのかお前ら、そこにいるのか、で、ここにある装置をぶっ壊す、あったー、これだ、ちょっと君たち、せーの、はい、よし、オッケー、オフィススペース、オッケーです、で、最後の一つっていうやつが、ラストのクリアフラグ、隠しエンディングのクリアフラグになりますと。で、この後どうすんだっけ？どこまで行くんだろうな。とりあえず行くか。とりあえず全員ついてきてもらわないと話にならないので、乗れ。ボールの中のオブジェクトは引っ張ってなかったかな？もしかして、初見だったから分かんなかったかも。とりあえずこっち行って、
そう、ここがね、あの光ってんのが今までのクリアフラグなのかな、もしかして。ただこれ引っ張れなかったんだよね。どこ引っ張んのそれ。ボールの中のオブジェクトを掴んで引っ張る、どうやって、どこ、え、これどっか引っ張れる部位があるらしいが、これなんだよな多分。これ今までのほらやつのデカブツバージョンなんだよ。どっか取り残してる。よし、骨組みを抜けて屋根を滑って右側のパイプに飛び移る。は？こうね。まあつまり普段通りね。はい、オッケー、危ねえ、ギリギリ。よしよしよし。なんで1個ないんじゃん、やっぱ完全にあの攻略サイト1個抜けてたもん。で、はい、とりあえず普段通りやって、ん、あ、これあれだ、動画見た方が早いわ。で、あ、ここ、ここここ回避した死がもう一回やってきた。やっぱり死ぬ運命なんだな。運命は変えられないんだよ。今度こそ。ぼーやーし、よし、ギリギリで死を回避したはず。あれなんかね、うまくね、掴め、あ、間違えた。やばい。ね、なんで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 、なんで最初にできたことがどうしてできない？ひぃよしよし。ない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 。なんもない、なんもないよ。いいね。はい、じゃあ。ちょっと待ち、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 ちょっと、早い早い。お前、明らかに嫌がらせの域だろ、これ。明らかに今そこじゃなかったろ。あら。なんか、もうな、あー、聞く。スペース聞く。で、掴め。オッケーオッケーオッケー。で、で、下まで行って。で、ここ。よし。あー、やっとできた。生きて。生きてたどり着いた。せーの、オッケー、目立たない基礎。これで、ナイス。ナイス。オッケーです。これで全部、できたはず。あとはロードするだけ。お、危ねえ。化け物になってた。ここだ。全部ついてる。あのパネルが全部つき、そして、ここが開いてる。そして中のオブジェクトをぶち壊すことによって勝つ。インサイドに勝つ。見えねえ。でも何か壊した。何か壊したね。ちょっと今、スクショ撮っといたから、これ後で貼ろう。最後の一つアンロックした時のスクショもちゃんと大事だからね、これね。で、どうすんだ。あー、で、トウモロコシ畑に戻るのかな？これだ。これをね、操作するんだよ。むずー。モロコシ坊や。そう、モロコシ坊やだよ。モロコシ坊やになり、で、ちょっと、びっくりしました。左、左、左、上、上、右、左、右、右、右、上、上、右、めんどくさ！ちょっと行くぞ。左、左、左、上、上、あー！はい。今何をしたかっていうと、私は、皆さんご存知かもしれないんですけど、私、左右盲なんで、左って言いながら右を押したんで、今。もう出たよ、左右盲。ここで。完全に今、右って、左って言いながら右を押してた、今。もう、びっくりした。信じらんない。なんか違和感あるなって思ったわ。はい、やり直します。いくよ。左、左、左、上、上、右、左、右、右、右、上、上、上、右。あ、開いたー！草ほんと草だよ。なんなんで、マジで。ほんとねー、マジ、左右も大変すぎる。生活がしづらいだけじゃなくって。単純にもうゲームの時でも大変、めんどくさい。暗い暗い暗い。なんも見えない、マジで。オープン、オープン。そして、どこまで続くんだ、これ。どこに行くんだろう。こっから先ガチ初見だからわかんないよ。ちょっと広くなった天井。明るくなってきたな。ん？よし。あら、どこだ？ここ。なんだこれ。どこまで行くんだ？お？これ開けんのか。あ、上か。せーの。おー。
これぶち壊すのかな。壊れろ壊れろ。よしぶっ壊しちゃった。あれ坊や、どうした。あれ真っ暗になった。あ、これあのスイッチって坊やのスイッチ。坊やもまた誰かに操られていたっていうこと。ん、ん、真っ暗なんだが何も見えない。なんかあんのか。んでは、そろそろ寝る準備します。おいっす、お疲れさん、ありがとう、また来てね。終わったんだけど、終わったんだけど、え終わったよ。三森さん、ちょうど終わったよ、今。え今のさ、つまりそういうことだよね。え終わった、終わったね。今の終わったよね、これね、完全にね。今の終わったね。一回見てみるか。坊やは何度でも夢があるから。終わったね。ちょうどね。ちょうど坊やの命も終わったね。多分そういうことなんだろうな。だから結局、どういうこと？どういうこと？結局、坊やもやっぱり、奴隷の一人だったってこと？リプレイ。よし、もう一度見てみよう。はい。左、左、左、上、上、右、左、右、右、右、上、上、上、右。開いてないし光ってないし。あ、そっか。あれぶっ壊してない設定になってるのか。どういうこと？それでスクショ撮ったからそれをさ、見た方が多分早いわ。一回やったらもう、もう一回一周しないとできないんだ。やっぱそうだわ。うん。やっぱ坊やは、奴隷だったんだよ、これ見る限り。うん。坊やは奴隷だった。坊やはまたこの頭の、機械に操られているに過ぎない奴隷の一人だった。っていうことだね。だから、ここでさ、この後、ここね。これ、スポンポン坊やの時に、スポンポン坊やになって、で、ここにほら、化け物がいっぱいあるじゃん。この装置をぶち抜くことによって、坊やは、この中に取り込まれるんだよ。やっていきたいから、まずこれ引っ張って。で、これ抜いて、で、これ抜く。ラス1になると、坊やは自動的に取り込まれるんだけど、ほら、ほら、引きずり込まれた！あ、引きずり込まれてたんだ！で、今まで、頭の装置ありで動かしていた、この、奴隷たちを、坊やが核になることで、支配できるようになると。で、よいしょ。ね。これが坊や完全体。やっぱり、奴隷を支配するための、ね、関数的に1位だったんだ、坊やは。うわ。いつ見てもエグいな、これ。それでは、バーチャル美少女にまのちゃん略してバビモノちゃんのインサイドでした。ありがとうございます。バイバーイ。